川上仁一は、甲賀流忍術の友信信の,のつてを受け継ぐ、武術家、忍術研究家。甲賀流ともとを21代目宗家。三重大学社会連携研究センター特任教授や、日本忍者協議会顧問も務める。福井県若狭町生まれ、同町在住。父は、兼業農家。母も、農業を手伝っており、忍者の家系ではなかったが、 6歳頃に20代目の石田正造と出会ったことで、終わりに伝わった系統の甲賀流忍術の一派である、ともしのぶのつてを学ぶ。ともしのぶのつてに含まれる多くの流派を体得している。川上は1955年頃、生まれ育った福井県若狭町ウ流にて、雲水のような格好をした石田と出会った。石田はメガネをかけ、痩せこけた老人だったが、 手にしたものを素早く正確に投げる姿などに感心し、遊びのつもりで真似をしていたのが始まりだったという。その後、指定関係となって訓練が始まった。石田は当時おそらく70代で、自宅のあった京都から頻繁に村を訪れて、きちん宿に長期滞在し、薬売りなど行商をしながら生活していた。石田家は京都にあったが、その先祖は滋賀県甲賀の武士の家系だった。 幕末に、黄河勤能隊が組織された時、終わり藩に主官していた、黄河流忍者の家系であるともえを、はじめ、各家に伝わっていた忍術を、持ち寄り皆で習得し直して体系化したものがあり、これが代々伝えられていた。石田は、戦中、春瓶と組む機関にも所属していたという。川上は、当初自分が何をやっているかわからず、石田から訓練を受けており、 最初は泥棒の術だと思い込み、それが忍術であることを知ったのは随分ん後のことだった。体のできていない幼少期は呼吸法に始まり、静かに動く方法や体関節の外し方、視覚や聴覚を研ぎ澄ます訓練など、忍術の基礎を学び、成長に伴って薬草や火薬の調合といった専門知識も習得した。18歳で、 医師だから、宗家の名を継承し、高賀流ともと21代修士家となり、巻物や道具などを授かる。医師だからは19歳頃まで忍術を習っていた。高専に進学すると武術部を創設して、友人らと活動し、その後は大手メーカーで技術者として勤務する傍ら鍛錬を続けた。退職後、現在は福井県若狭町にて、 神道軍伝研修所を設け、忍術、武術、標法などの研究と広報を行っている。また、三重県伊賀市にある伊賀流忍者博物館の名誉館長も務めている。2012年1月には、三重大学社会連携研究センターの社会連携特任教授に就任し、学術的な忍者研究にも携わっている。2015年に、 日本忍者協議会の顧問に就任。川上自身は現代において伝統的忍術をやる意味がないと考えており、甲賀流と元の時代の要請はしていない。なお、川上が受け継ぎ所蔵していた友の家の古文書などの中に、いわゆる、うつろ舟祈願に関わる新資料があることが2014年に発見された。ありがとうございます。